ビヨンズ黙示録。皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ビヨンズの平井美代と前田心と編集太郎です。始まりましたビヨンズ黙示録、うん、この番組は私たちビヨンズのメンバーが交代で出演し、企画を通して個性豊かな私たちのことをもっと知ってもらおう、そしてそれを黙示録として記録していこうという番組です。はい、もう4月入りまして、ね、ビオフォニック2も東京公演が終わり、うん、そして春ツアーもスタートしております。すごいね、怒涛、怒涛すぎる、怒涛の日々だ。春も忙しくビオフ頑張ってまいりますので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。今回はこんな企画をお届けします。ワードウルフはい、ということでここからは天の声くるみん進行お願いします。3人にですね、それぞれお題の書かれたカードを今から配るんですが、1人だけ違うお題が書かれたカードを渡されるメンバーがいます。そのお題についてお話をしていただくんですが、うん、3人には誰が違うカードを与えられたウルフなのか当てていただきます。はい、第1回戦はね、配られたお題を皆さんにも見せてオープンでやっていきたいと思います。前田さんからオープンしていきましょう。はい、で、2人のメンバーは念のため見えないように目をつぶってください。で、では前田さんオープン。お、目を見てください。おお、はい、それでは戻してもらって、じゃあ平井さん目を開いてください。で、前田さん目を閉じてください。何見せたんだよ。前田さん目を閉じてください。こちらです。はい、確認してください。はい、うわ、はい、それでは平井さん目を閉じて、里吉さん、はい、見てください。せーの、おお、なるほど。目を開けてください。はい、それでは、はい、第1回戦、はい、スタート。好き、そうだ、これは間違いないね。大好き、大好き。この前も会ったばっかだよね。うん、ね、憧れですね。憧れですよね、うん、それは永遠の憧れ。ラペスなんかもありまして、うん、先輩グループだよね、うん、そうだね、うん、そうだよ、グループだよね。どんな、どんな曲が好き？どんな曲が好き？私は、ライブとか見ると、うん、結構メドレーがいつも楽しくて好きで、わかる、メドレーが大好き、うんうん、なんかすごい青春って感じなんだよね。あ、私的に、わかる、なんか思い出す、うん、思い出すって、うん、強い感じが好き。でも結構最近はね、フレッシュな面々も、うん、そうだね、増えてきて、そうなんですよね。誰が好き？誰が好き？私は、うん、シーブル。あー、なるほどね、なるほどね、うん、私は、うん、ラベンダー。おおー、ほうほうほう、黄色、黄色ね、おー、黄色ね、終了。オッケー、うさあ、それではお話をした結果ですね、はい、誰がウルフなのかを当てていただきます。はい、ただしウルフサイドは他のメンバーのお題が何だったのかを当てることができたら逆転勝利をすることができます。わお、なるほどね、なるほどなるほどね。それでは、じゃあまず皆さんがウルフだと思った人に指を指してください。せーの、君です。うん、カードをオープンします。はい、オープン、はい、アンジェルムさん。そうだよね、はい、うん、そうだよね、うん、それではアンジュルムというお題でお話をしていた人は手を挙げてください。はい、ということで平井さんがウルフでしたけれども、はい、前田さんと里吉さんがお話ししていたお題を当てられれば逆転勝利となります。いきます。じゃん、モーニング娘さん。
それではお二人のお題オープンしましょう。せーの。でしょうよ。だよね。メドレーって言ってたから。ね、あ。こことここは違うぞ、うん、どれだけここがちょどっちかなって思ったこっちに寄せればよかったのか逆にねちょっと悪いわ、はい、続いての問題に行きたいと思います。はい、今回もオープンにしますので、じゃあ前田さんからオープンしていってください。はい、おお、はい、はい、じゃあ続いて平井さん。はい、じゃあ佐藤さん、はい、せーの、お、はい、はい、はい、それでは全員分見て終わったので目を開いてください。それでは第2回戦スタート。概念的だよね。そうそう、概念って感じだった。今度は概念、さっきは、さっきはこれって分かってたけど、今回はふんわりした、ね、うん、そうだね、ふんわりした、ね、うん、すごい、私は大好き、うん、まあ、そりゃね、そりゃ大好きですよ。そんなん、もうそうなりたいよね。あ、いや、うん、本当にそう、うん、そうなりたい、うん、憧れですね、うん、いいなって思って、いいなって思うよ ね、うん、ハローにも多いよね、うん、めちゃくちゃ多い、てかみんなそう、もはや、うん、いや、みんなそう、もはやみんなそうまである。皆さんがいただいたお題に当てはまるであろうビヨンズメンバー一人ずつ挙げていきます。おー、難しい。はい、はい、お、しおり、あ、しおりね、しおりね、しおりね、りか、うん、うん、う、ほわぁ、終了。じゃあこの情報量から選ばないといけないってことって、はい、それでは、皆さんがウルフだと思った人に指を指してください。いいですか？わかんねーな。はい、わかりました。うん、はい、はい、わかりましたよ、はい、では指を指しましょう。せーの。平井さんが2票、佐藤さんが1票ということなんですけども、一番ね、票を獲得してしまった平井さん、問題をオープンしてください。かわいい、うん、はい、かわいい人というお題でお話をしていた人は手を挙げてください。はい。ということで、前田さんウルフの勝利。可愛い人でお話ししていたお二人、前田さんのお題何だと思いますか？そうだね、あ、難しい、可愛い、あ、そうだったんだ。いや、綺麗じゃない。ああ、美人、ああ、かっこいいだと思った。そうだと思った。で、だから、ミシってどっちでも取れるなと思って、うんうん、そう、あえてミーミーって言ったら絶対分かっちゃうって思ったから、うん、理科、その面白い人とか可能性もあるなと思って、リカ、でもリカ可愛いし、いろんな属性を持ってる。私も可愛いだと思って、どっちもいけるウーにしたの。いやー、すごい、おもろい。これは乾杯。最後はですね、クローズで皆さんも、それぞれがどんなお題でお話をしているのか予想しながら見ていただきたいと思います。第3回戦スタート。おいしい、大好き。美味しい、美味しいよね、うん、楽しい、楽、あ、分かる、確かに楽しい、楽しい、楽しいし、うん、みんなで食べたいよね、みんなで食べたい、うん、よし、お祭りでも食べる、あ、一緒一緒、お祭りで食べるよね。おー、暑い、確かに暑いよね。お家でも食べるときあるな、あるあるある、うん、ある。でも難しい、難しい、私お家でほら、ね、食べたばっかり、いいね、もう食べたい、食べたいよね。何かけるのが好き？おー、ノーマル、ノーマル。うん、でもそうかな、ノーマル。たまにさ、なんか
か醤油、はい、だし系もある。あるね、あるね、いいね。私は、私もノーマルだけど、あの青のりとか、うんうん、おかかとかかけない。あ、かけないよ。シンプルイズベストだけね。かけないんだ。うん、ね、あんまり多くはないかな。そうかも。私も、うん、たまに、うん、たまに、なんか食べたいっていう時がある。あるある。気分がある。うん、なんかそういう気分。見かけるとでも一回こうあのこうやって取りすぎる。分かる分かる。ああ。結構一人でパイ食べちゃう。私も、うん。なんかこういう系ってさ食べれちゃうんだよね。え、そうなんだよね。入っちゃうね。なんかね、スルッといけちゃうじゃんあれって。タバコ。タバコって食べれるから。ね。なんかそこそれが。有名な名物な場所に行くと食べたくなる。あーあーあー、そうだよね。なるほどね。確かに。匂いにつられてね。そう。全然わかんない。いや本当にいる。みんな一緒じゃない？終了。しますこれ。さあそれではウルフだと思った人に指をさせていただきたいと思います。はいはいはい、せーの。お、あれ全員違う。全員違う。バラバラですね。誰？それではもう一度入れさせてみましょう。せーの。お、みよ、みよ、歌の、うん。それではじゃあ平井さんがウルフだと疑われています。はい、平井さんのお題、オープン。お好み焼き。お好み焼きというテーマでお話ししていた人も手を挙げてください。やっぱりね。どうでしたけど、残りの2人のテーマを当てることができれば逆転です。ね、たこ焼き。たこ焼きというテーマでお話ししていた人は手を挙げてください。はい。ということで平井さんの勝利。ミオが違ったのね。でも確かに最初の反応がさ、うん、めっちゃ好きって感じはなかった。確かに言った後に、あ、やばい、ちょっとバレるかもってなんか悟られるかもって思ったんだけど、うん、でもお祭りって言ってたしさ、うんうん、スルスルっていうのはちょっと小焼きだとしてもちょっと分かんないけどスルスルに向けて行けたかったんだけどでもどっちかっつったらこっちからみたいな、スルスル食べるやんなんかトロトロだからさ、もう水分みたいな。そう思ったのかなってちょっと思ったんで。ああ、面白い感じ。急にでそうね。今日あんまりなんか麺系みたいな。麺かなみたいな。でもね、焼きそばだと思ったのもう一個が。ああ、なるほど、ね。なんかどっちでもいける感じで。どっちでもいけるから。スルスルっと。スルスルっとね。確かに、ね。スルっとでした。わあ、面白かった。面白い。5月29日に5枚目のシングルを発売することになりました。やったー。全部ね、全然こう印象の違うね、うん、曲になっておりますので楽しんでいただきますと嬉しいでございます。ビヨンズライブツアー2024スプリングパーソナリティが開催中です。おいし、始まったぞ。おいし、始まったぞ。始まったぞ。あなたもうね、全国行ったことないところにもね、そうだね、行きますので、楽しい。ぜひぜひぜひ遊びに来てください。はい、ビヨンズジャパンジャムへの出演が決定しました。5月4日に出演させていただきます。精一杯はい頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。そして5月10日神戸国際会館にて行われるビオフォニック2オーケストラの皆さんと一緒に素敵な音楽をお届けしますのでお待ちしております。お待ちしてます。私のセカンド写真集ビリーフが現在発売中でございます。ありがとう。ありがとうございます。番組の感想などはコメント欄やハッシュタグビヨンズ黙示録をつけての X でのポストをお待ちしております。ということで来週もこのメンバーでお届けします。お楽しみに。ということでお相手は平井美代と前田心と立石宇多奈でした。